ピーナッツバターとジェリーのサンドイッチピーナッツバターとジェリーのサンドイッチあるいはピーナッツバターとジャムのサンドイッチ略称 PB&J は主にアメリカ合衆国カナダなどアングロアメリカの子供たちの間で食べられるおやつあるいは軽食である2枚の食パンのそれぞれの片面にピーナッツバター及びジェリーを塗りそれらの面を合わせてサンドイッチにして食べるのが一般的 好みで、チョコレート、シロップ、バター、蜂蜜などを加えることもある。2002年の統計によると、平均的なアメリカ人は高校を卒業するまでに一人当たり1500個の PB&J サンドイッチを食べる。ピーナッツバターとジェリーのサンドイッチのレシピには、バリエーションがあり、蜂蜜やベーコン、チョコレート、メープルシロップを加えるものもあれば、ヌテラ、レーズン、バター、 ポテトチップス、チーズ、スライスしたバナナ、ドライフルーツを加えるものもある。マシュマロを原料としたスプレッドの一種マシュマロクリームをピーナッツバターと合わせたサンドイッチはフラッファーナターと呼ばれる。また、スライスしたバナナの代わりにスライスしたイチゴやリンゴを入れるものもある。食パンの代わりにスライスしたベーグルを使用することもある。1900年代前半。 ピーナッツバターは入りたての落花生を引いて作られる、ニューヨーク市の高級ティールームでしか出されなかったほどの高級食材だった。当時のピーナッツバターは、ピミエントや金蓮花、セロリ、クレソン、焼いたクラッカーと共に提供されていた。女性シグッドハウスキーピング1896年5月号には、忙しい主婦のあなたも、肉引き機でピーナッツを引いて、ピーナッツバターを作って、 トーストに塗って食べてみましょう。という内容の記事が掲載されていた。同年6月に出版された料理雑誌テーブルトークにはピーナッツバターのサンドイッチのレシピが掲載されていた。ピーナッツバターとジェリーを一緒にパンに塗った料理がアメリカの文献中に初めて登場したのは1901年にジュリア・デイビス・チャンドラーが執筆し出版したボストン料理学校調理科学と 家庭経済学の雑誌という書物である。その後、瓶入りのピーナッツバターが市場に導入されて、ピーナッツバターの価格が下落し、1920年代後半には、ピーナッツバターとジェリーのサンドイッチは、庶民でも楽しめるようになり、子供たちの間で人気になった。米国落下生組合は、第二次世界大戦中のアメリカ軍のレーションのリストに、 ピーナッツバターとジェリーのサンドイッチがあったと主張している。ピーナッツバターとジェリーのサンドイッチ用に、ピーナッツバターとブドウのジェリーを交互に、同じ瓶に詰めた製品が販売されている。ブドウジャムとピーナッツバターそれぞれ、テーブルスプーン2杯分を制白パンに挟んだ、ピーナッツバターとジェリーのサンドイッチのサンドイッチは、栄養摂取勧告量の22%の支出と1日の、 摂取量22%分のカロリーを含んでいる。カロリーの45%は脂質由来のもので、その多くは心臓に良いとされている一家不飽和脂肪、及び多家不飽和脂肪である。ありがとうございます。